一切言葉が響かずに人を殺しても発見できない個室が欲しいんですが。え、もうダーリンシステムが終わるのかなって思った矢先にあなたをダーリンって呼んでるのを聞いたんです。俺ズズさんの脳を破壊したかったんだよ。オッケーオッケー、ま、よし、治療頼む。マッドサイエンティストじゃねえか、てめえ。ダーリンマジどういうこと？神友くんが抱きしめ、修羅場だ、修羅場だ、2回戦。こんにちは。夜会、こんにちは。はい、どうしました？おけがですか？ズズ、どうした？ガミ友に用があって、うんうん、あ、ちょっと待ってればね、今事件対応に行ってるから。あ、そうなの。どっか個室用意できる？うん、僕の部屋使っていいよ。一切言葉が響かずに人を殺しても発見できない個室が欲しいんですが。え、そんな部屋は存在しないです。公務員なのね。そうですよね。だけどそれはズズさんが死ぬ場所なので。どうしました？案内できない。ダブルで怖いんです今、なんか。ズズさん、あ、怖い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 、どうしたの？あ、怖い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 、ズズさん。いや、あのな、うん、俺ある人にダーリン2って言われてるの。ダーリン2、うん、ああもう全部わかった。ワンじゃないんだけど2って言われてんの。病院6人連れます。俺ダーリン1の正体がわかったから。了解、了解。一緒に探してくれたガミ友に報告しようかなって思った。この前さ、キモキモで病院歩いてたらさ、うん、ちょうどダーリン呼びしてるやつを発見してしまってさ。今なんて？なるほどねってなってさ。今なんて言った？何？あ、病院6名搬送します。キモキモなのお前。あ、そっちか、そっちか、すいません。俺キモキモじゃないよ。キモキモで歩いてたら、キモキモからリークを受けた。キモ、あ、言葉が外れた。キモキモが歩いていた時に聞いたやつを俺が伝えて聞いたので、で、乗り。ああ、そっかそっか、ごめんごめん。キモキモで、はい、呼び前にヘリ乗れます。日本語の間違いね。ごめんごめん。はい、了解。はい、いらっしゃい。呼び前ってことは、ズズ、うん、ガミ友くんがもうすぐ大丈夫になる。ああ、そうか。うん、奥で座って待ってるよ。じゃん、あの奥にね、鍵付きの個室もあるんだけど、どこにする？応援待ってます。あ、じゃあそこでもいいよ。ごめんね、時間取らしちゃって。いやいや大丈夫。ガミ友くん、こっち来れる？了解。ズズさん、奥の個室とか使っていいからね。ガミ友くん、はい、こっち。ちょっとさ、喋りたいことあってさ。いい話か悪い話かを先に聞こう。まあ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 。ここでもいいよ。はい。どこでもいいの？あ、ありがとう。あ、どこでもいいよ。はい。分かった。うん。ありがとう。じゃあ、ごゆっくり。はーい。じゃあ、患者さんそちらへ。はい。何が患者やねん。もう。のびさん向かいます。これを頼む。だいぶ前かもしんないけど、はいはい、ガミ友くんにこれ相談してたことを覚えてるかな。まあ結構あるけど。結構いっぱいあると思うんです。いっぱいあると思うんですけど、はいはいはい、その中の1個で協力してくんないかなっていうので、ノリノリで協力してくれたやつが1個あって。それは数字に関わってますか？はいはい、はい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 、伺いましょう。はい、あ、そっち形式でいく？なんかもう当てがついている？当てはついてるかな。あ、じゃあその形式でカウンセリングしますか。じゃあ、はい、一応数字に関係することです。はい、はい、海産物に関係しますか？はい。あー、なるまあ行きましょうか。いい、全然全然。この二人はイエジスゼロが対応すると思います。了解。了解。僕が今何をあなたに言おうとしていたかまで当ててもいいですよ。だったらそこまで踏み込んでもいいです。このダウンは任せますのでお願いします。今奥で、はい、ズズとガミ友くんが話してるよ。はい、らしいっすね。だってダーリン1号はちょっと聞き耳しますか。ああ、靴を脱ごう。私で、ね、もう振られてるんですよ。ダーリン3になるかもしれない。で、その次に吐いた言葉がもう良くないって言われたんです僕。だから、あ、もうダーリンシステムが終わるのかなって思った矢先にあなたをダーリンって呼んでるのを聞いたんで、僕はもう切られてるんですよ。もう
スリーでもないんです。もうダーリンじゃないんです、僕。もう、ズズ、もう。ズ、もうダーリンって、ズズ。もう、ええ。ダーリンって切られるんだ。ちょっと、画面が動かなくなったから教えての電話しか来なくなってしまった。彼女から。ただの、その、システムヘルプおじさんみたいになってしまった。ちゃんと落ちるんだ、ダーリンは。ものすごい恨んでるんです、ダーリン1を。でも僕は目的をちゃんと果たしたいので、はい、死んでもらえませんか、一回死んでもらえませんか、ねえ死んでもらえ、うわぁドケツ類、うわぁあれ、タクラさん、タクラさん、話は聞かせてもらった、ちょっと待って、止血して、止血して、止血して、俺に止血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 、おいおいおい、絶対いた、俺絶対いた、俺がいた、ひなまくん、ちょっと言ってくれ、あー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 、おい、タンカーを外すな、お前のせいで、お前のせいで、俺はちょっと、ズズの周りから写真を撮る、写真を、俺はお前に写真を撮る、おもちゃだと思うやがって、ひなまくん、ちょっとどいてくれ、この野郎、こうナイフを持ってる写真を撮る。俺はズズさんの脳を破壊したかったんだよ。オッケーオッケー。ま、よし、治療頼む。マッドサイエティストじゃねえか、てめえ。一生懸命。くらっ。あ、怖っ。通報してくれたか。してた奴が探し出して殺したかったあいつだった時、ズズさんはどうなるのかな。うなく、もしかしたら声が。やりたかったんだよ。殺す。絶対殺す。もう腹が立って仕方がなかった。通報しときました。ありがとう。その時の顔とかいろいろ想像したらたまらなく腹が立ってね。証拠写真も撮ってやる。こっちは確かにいろいろ親切にはしてもらったけど、あの時に心の奥底で にたついてるお前の顔が、俺は腹が立って仕方なかった。この1ヶ月ずっと我慢してたよ。メインダーリンだもんな、今の話をまとめると。どこですか、地下ですか。キャップが来てくれましたよ。あ、ズズは奥にいるよ。つまり、ガミトモ、色恋関係のドロドロでガミトモくんがズズに刺されたんだ。プレイヤー殺人が起こっちゃいました。ナイフで。ピお願い。ここです。この人です。色恋関連だ。ガミトモさん、しました。刺した。みんなちょ、前で。あ、じゃあ。頼む、キャップ。これ、ピー卒です、ピー卒。俺の恋心を持って。ズズです。ちょっと待って、あれだけで完結しそうだから待って、見とこう。好きなタイミングでリア充爆発してもいいです。俺もその気になってモテてんだって思っただろ。やっぱ色恋が大変だな。人の恋心をお前モテ遊びやがって。うわ、許可します。行こうやろ。いいっすか。はい、お願いします。いつがいいかタイミング教えて。もういいです。本当イケメンだからってお前いろんなやつにチヤホヤされやがって。直してください。 DV されました。うわぁ、さすが真城先生。さすがです。ありがとう。イージスでの成果見せてくれ。さすがだよ。おいズズだよ。ちょ、直系了解。なんで俺が呼ばれるんだ。ノビが言ってくれる。ノビですか。こちら救急隊。大変なことが。イージスゼロ、合宿の成果見せてくれ。イージスゼロ頼む。任せろ。ちなみにあそこだと火が広がらないんだ。ルーちゃん、マジで引き込まれなくてよかったね。いや、マジで危なかったよ、今。もうめっそんなことはさせない、俺が。くそー。いや、さすが、超かっこいい。ここまで感情って、オッケーオッケー。人を巻き込むのか。あ、治療感情だ。怒りの感情がここまで人を巻き込むのか。すべてキャップですか。さっしょ。あ、なんか、もてない。まあ、ズズに関しては、ざまあ見たかった。ダメなんだ。おい、人がけピンク、おい。席はズズでお願いします。ズズさん、了解です。ほんのにズズでいいのか。はい、なんで俺なんだよ。ズズさんかな。あ、ノビトの感情が爆発してる。そうだよね。俺の今自分で言ったもん。俺の感情って爆発してこうなったって。なんで足元じゃなくちょっと遠方で爆発すんだよ。だとしたらそういうことがあるんでしょ。うちのガミトン君を受験対応なんで1分でお願いします。お前がやめよ。お前がまとめんだよ、実験対応は。全部ズズに。おい、プレイヤー殺人できた。切符切りますね。プレイヤー殺人だったか。黎明くん、よっ。
お前色恋がドロドロしたらこうなっちゃうな。こんなことが頻繁に色恋恋って怖い。色恋、色恋のドロドロの結果、すずが神友くんを刺しに来て、そしてこうなりましたよ。そうなの？何関空関係ってこと？三角関係？まあ、3か4か分かんないけど。分かんないけど。え、誰が好きなの？いや、それは取り調べ室で聞いてくれ。分かった。しっかり。俺を色の恋沙汰ではめるようなことがあったら、全員殺したんだよ。全員死んだよ今。色恋はすごいな。機能を停止させてやるからな、病院の。脅迫罪18、公務員に対して襲撃だ、襲撃。はい。自己妨害だ。病院襲撃ってこと？病院襲撃じゃない！テロ罪か。病院襲撃は重いよ今。5億って5億。でもお前ら俺の恋心襲撃したろが。浮かれてないもん。ダーリン2って言われたら1になりたいじゃん。早技だぜ、すげえ。うわ、えぐえ、ここ。で、俺まんまとダーリン1に相談してたわ。シエグ。ダーリン2嫌だったら、ダーリン1に相談してましたわ。皮肉ですね、神とも。ダーリン1ってどういうこと？ガミトモくんが抱きしめ、ガミトモがなんかダーリン1ってどういうこと？ありがとう。ダーリン1って呼ばれてるやつがいるのなんかやばい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 、第2回戦始まっちゃう。何が何が何がモミやばいやばい、最悪な日のランクエルタイミングで、ごめんなモミ、最悪だ。ネキエもごめんな、巻き込んで。まだ何が完了したか、よし帰ろう。待ってくれキャップ。本当だよ。どう？また第2回戦が。待ってるよな、なんか。仲はいいけど。修羅場だ。修羅場第2回戦。うわ、そういうこと？やばー！やばー！こいつ。ってないじゃん別に。やっぱ。何浮気みたいなもんじゃ言うたらだって。何の話？なんならダーリンとかだから不倫まであるぞこいつ。はい。やば。ライデンのスキル向上のためマグナムライデンで、外に行ってきます。そこ仲いい。2台使ってもいいよ。2台使ってもいいですか？足りなくないですか？足りるよ。なんかまあ、とりあえずなんか引き付けなんか戻ってきたんだ。誰のが使いたい？久しぶりだ。今いないメンバーならいいけど。いいですか？覚えてるよお前。でもお前次やお前次こんなことしたら俺も許さねえからな。俺だからズンさんが俺に相談したのが悪いんだって。マジでエグくない？確かに。ガミトモくんはたらたら巻き込まれただけなんだけど、これがもしも全部真実だった場合、えぐいよな。だって、あれでしょ？女の子 A がいて、A は B くんが好きだったんだけど、A ちゃんは B くん以外にも保険で C くんにも粉をかけていて、C くんは A ちゃんのことを好きになってしまったんだけど、それを C くんは B くんに相談をしてたわけでしょ？全てが真実だったらすごいよな。なんで日野蘭くんがいるタイミングだったんだ。ズズは天才だな、本当に。